はい、今回は 怒らない人は他人に無関心で優しい人ではないと、まあこういった内容についてですね、考えてお伝えしていこうと思います。まあちょっとね、えーまあ、難しい話なんですけど、まあリスナー様の何かしらのお役に、まあ、立っていただければと、まあ、思うということでね。まああの、よくあの聞く、まあ怒らない人とか、まあ怒る人、あるいは優しい人とかね、えー、優しくない人、優しい人ではない人、あるいはまあ,あ無関心とか関心があるとか、まあそういったことを、あまあ まあいろいろ考えて、まあ、ちょっとお伝えしていこうと思うんですが、まあ、一つの定義にあるんですけど あの怒らななないいいい人人はは優しい人ででうことなんですよだから単純に言うとあの怒らない人っていうのは優しい人かと思うんですが実はですねまあ、人間関係のまあ,あ本質っていうか裏側がそこにはありましてえまあ、そういった内容をいくつかの形でえー、まあうん、様々なことから考えてまあ多分あの聞いていただいたらまあそうかなと思われるところもあ,あるでしょうしまあ僕はちょっとまあど,どうかなと思うところもあるんですけどまあそういったことをあの 今回もお伝えしていこうと思いますので、えー、今回もよろしくお願いいたしますまず、まあ、怒らない人の、まあ、定義っていうことなんですが、えー、いくつかありまして怒らない人は、まあ、他人に、えー、無関心であるとか怒らない人は優しい人ではないとか、まあ、そういったことが、えー、言われているんですよ別に僕が言ってるとかそういったことではなくそういうふうにあの言われてるんですよで、まあ、皆さんは思わないと思いますし、まあ、僕もあ思わないんですけれども まあ、怒らない人、えー、イコール優しい人ではないですからね。うん、あのいや単純にね、えー、怒らない人っていうのはあのー、優しい人なのかと、まあ、思うこともあるのかもしれないんですが、もう少し、えー、深くっていうか考えると、怒らない人。うん ノットイコール優しいい人っていうことですで、えー、まあ何ていうのかなちょっとまあ定義っていうか何とはっていうのが難しいんですが怒らない人っていうのはまあ何かっていうとまあその、まあ、他人に無関心あるいは他人に、えー、まあ期待とかもしていないと言われていたりとかまたあ,あの怒らない人っていうのはああのまあ、そういうね、えー、まあ何ていうのかな 無関心な他人の元からすぐ離れていていいくく去っそういったことが言われているんですよ。だからもう一回ちょっと難しいんですけど、怒らない人と優しい人は同じ意味ではないってそういうことがねまあ言われていて、まあ、僕もそうかなと思うところがあるんですよね。で あの怒らない人は他人に無関心であると、えー、いうことが言われているんですが多分、あのこれっていうのはまあ最もなところがあると思うんですよ。怒らない人というのは他人にね関心とか興味とかあるいは期待とかをしていない、えー、っていうことなんですよだから別に何も言わないんじゃないかっていうことなんですよね。で あの逆がありましてね、まあ、これもちょっと、ね、皆さんがどう思われるか分からんですけど、職場とかで怒る人はあどういう人だとかってあの言われてね、よく考えれば怒る人っていうのは、 ああのまあ、人に、えー、まあその改心とか反省するチャンスをくれているっていうんですが単純にあの怒ってるだけなんじゃないかと、まあ、僕はあの思うことがあり前の前の職場とかにもそういう人がいたんで意味がわからないなと思っていたんですがまあ、そういったことをちょっと1回のぞくとねまあ、例えばまあ後でもお伝えしますが、まあ、職場等でね、うん 職場とか会社等でまあ、怒る人っていうのは怒る人があ怒られる人に対してまあ、反省するチャンスとか気づくきっかけを与えてくれてるっていうそういったことなんですよ。で逆を言うと怒らない人っていうのはその人にね反省するチャンスとかそういった気づきとかを与えずにそのまま去ってしまうだから距離を置いてしまうそういうことを言われていてまあ、確かにこれっていうのはまあ最もだなとかってのいうのを思うんですよ。で ちょっとまた難しい言葉なんですが優しい人っていうまた今度こういった話を考えるとですね まあ優しい人っていうのは、どちらかというと、まあ、他人とか他者に、あの、まあ、関心とかがある、えー、関心興味がある、えー、っていうふうにも取れますし、えー、まあね、そこからすぐ、えー、去ることがない、低いと、えー、考えるんですよ。だからこれ何を言ってるのかっていうと、あの、怒らない人と、えー、優しい人は同じ意味ではないし、むしろね、 怒る人人が優しいいいななんじゃかってうそういった話なんですよそれのま根拠っていうか、まあその考え方、もちろんねこれが正しいとかっていうのは全くないですけど、こういうふうに考えられるし、リスナー様のま人間関係上の何かの参考って言ったら失礼ですけど、になっていただければと思って、ちょっとこの話をしてるんですけど、僕はどちらかというと、ま怒らないんですけどね、で怒られるんですけど、別にそれはまあ、 ね、こ YouTube とかにおいて無関心とかそういうことではないんですけど、まあ、そういう一つってとつっていうか、まあ、その考え方ということなんですよね。で、よくあの言う優しい人っていうのもいるんですけどこの優しい人っていうのはあの他人にかあの関心があるんですよ。他人に無関心ではなく他人に関心があるから、えー、すぐ去ることは、えー、ないんですよね。だからもう一回あのちょっと、あのー、定義っていうのを を確認するとねあの多分こうなんじゃないかと思うんですよ怒らない人はあ無関心でえすぐ、えー、去ると人からねで怒る人っていうのは、えー、他人に関心がある あるいは、えー、その人の元をすぐ去らない、えー、チャンスを与える、気づきを与える、えー、つまり、あのー、何を言ってるのかっていうと、怒る人が優しい人なんじゃないかっていう、そういった、あのーえー、定義になるんですよ、まあ。たまに意味不明に怒る人っていうのがいますから、それはまあ別としてね、僕はそういう人を何回か見たことがあるんで、もうあの理解不能だなと思うんですが。 なんかこのあのあよくっていうかね、えー、解釈すると皆さんもそう思われる、まあ、そんなことをいちいちあの思うというか考えて。 といいいうかかそななこと思わないのかもしれないですよく考えると、あの人に対して怒るとかね、怒る人っていうのは、あその怒ることでって怒ることによって、えー、その他者が <coughs> 何かしらあのま気がつくとか、そこからあの何かいい,いい方向に変わるとか、そういったまあ期待をして、えーま、怒ってるんじゃないかっていう話なんですよ、で怒らない人っていうのは、あのそういったことは期待は一切してない、もう無関心で、えー、何も変わらないからといって、さっさ,っ,さっとね、えー、ま去っていくっていうようなことなんですよ。うん っていうこと、うん、ただね、怒る人っていうのも、そのあまりにもね、えーまあ、大声で怒るっていうのも、それもどうかなと思うんですが、さっきお伝えした、えー、ちょっとね、もう一回整理すると、えー、怒る人イコール優しい人。だから 怒らない人イコール優しい人ではない怒らない人、えー、ノットイコール優しい人怒る人イコール優しい人っていう、まあ、その一つの定義ですよだから先ほど言いましたがあんまりはぎあの強く怒る人ってのはそれはもう別ですそれは論外ですね、うん、でまたちょっとこの怒る人怒らない人っていう話でね、うんまあ、これもよくよくっていうかたまに聞くんですけどあの、まあ、いくつかの事例があるんですけどそのうちのね一、えーまあ、つないしは二つについてここから考えていこうと思うんですが これはまあ男性ってより女性に、えー、ああああのあるパターンなんですが、普段怒らない女性が怒るっていうのをこれっていうのもねあのー、とても大変なことなんですよ。まあ僕はあのどちらかというと無関心にあ合ってるんでそういう目にあんまあったことがないんですが、まあそういったことを聞きき聞いたことがあるんですよ。女性ってねえー、まあ普段怒らない人ってあのー。 結構いるんですよ普段から怒る人とか、普段からピー,ピー言う人もいるのかもしれないんですけど、普段から怒らない女性っていうのがいるんですよ。でそういう普段から怒らない女性が、ですねもし、えー、怒るとどうなるのかということで,で、こういったことに興味を持つ人も、えー、いるんですけど、普段怒らない人っていうのはね、えーまあ普段怒らないわけじゃないですか。でその人が怒るっていうことは、あのものすごくその怒,怒,る怒りのエネルギーが高いんですよ。だからあのきいきなりスタート ねもう厳しい状態になるっていうだから何かがある可能性があるんで、ふだん起こういう、ね、普段怒らない人が起こると良くないよっていうのは、多分こういったことなんじゃないかと思うんですね。うん、で、えー、まあ、さっき最後にこれをお伝えしますが、ね、えー、人によって個々個別話が変わるんですけど、で僕はそのさっき言いましたけど、まあ、職場であのねこれ、まあ、怒られたことがあの何回もあるんですけど、前の職場とかね、うん、ま全くよくわからないことで怒られた。 たりすするんですけどまあ皆さんが例えばこのようにまああの解釈っていうことで、えー、解釈していただければと思うんですが、まあ、会社とかでね普段怒らない人が起こる理由っていうのも、えー、これっていうのもあ起こる相手のことを心配して、えー、気にかけているから、えー、ま起こっているっていうことなんですよ。うん だからその先、先ほど言いましたけど、怒ることによって、その人が気がつく、何かしら変わる、そういった可能性を期待して怒ってるということで、でまあ、皆さんもね、えーまあ、例えばいろんなことでその怒ったりとか、まあ、何かしら思われることがあると思うんですが、 あの人に対して怒るってあのエネルギーが必要なんですよ、だからねもう期待してない人になんていうのは多分怒らないんですよ、だってエネルギーの無,無駄じゃないですかで、そういったようなことからすべてか総合的に考えると、まあ、怒らない人っていうのはまあ、他人に無関心。 であるとで起こる人っていうのは他人に関心があるとで優しい人っていうのは起こる人なんじゃないかとまあそう言ったようなまあ一つのまあ仮説まあ僕はあのお伝えした仮説なんで正しいかどうかはわからないですしまああの皆さんが何かあの思われた時にまあ、ちょっとでも参考になっていただけるものがあれば何よりですということで今回はお伝えさせていただきましたまあねえーまあ、なんていうのかなよくわからずに怒る人っていうのもいるんでこの範疇には入らないこともあると思うんです まあどちらかというと一般化してる話かなと思うので、えー、何かご参考になっていただけるものがあれば何よりですということで、えー、今回のコンテンツここで終わりです最後まで聞いていただきましてありがとうございました失礼